からですからね。はい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 、はい。はい、そうです。これは、年代的には順不動と言いますか？順番です。あ、そうなんですね。はい、ほぼ順番にずっと来てます。ということは、ディスクワンのこの、紅三四郎がデビュー曲。はい、デビュー曲。あー、に当たるんですね。はい、はい、そうです、はいはいはい。もうね、これね、私が歌う前に、三木勝彦さんっていう方がね、はい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 、歌ってらしたんですよ。はい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 、で、それを、私だ、もう最初のテレビっ子だから、うん、漫画大好きで、はい、もう毎週見てたんですよ。はいはい、でも、ほら、和室だから昔は、はい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 、ね、この頬髄ついちゃって、テレビがーんなんて、足ブランブランしながら見てたのが、はいはいはい、急に自分の歌に変わった瞬間に、はいはいはい、それ、ちょっとわかる。なんでこれ急に歌うことになったんですかね。いや、たまたま、コロンビアにスカウトされた時に、はい、これはスカウトだったんですね。スカウトですね。はあはあはあ、された時に、コロンビアが、はい、ちょうど、新しい子供の歌。はい、をそのテレビ漫画の主題歌でね、はいはいはい、新しい子供の歌っていうジャンルを作ろうっていう時で、はい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 、で歌う子はそのアイドルっていうんですか、はい、みんな見てる子と同じぐらいの年齢の子供の中から育てようっていうことで、はいはいはい、へー、そうだったんですね。その第一号だったんですよ。へー、じゃあ初めてのレコーディングも。そうです、そうです。わかんないことだらけだったでしょう。全然わかんなかったですけど、はいはいはい、とにかく怖いおじさんたちがいっぱいいるなぁなんて思ったんで、はい、一日中喋りもせずに、はい、でスタジオ入って、はい歌ってって、はい、声出した瞬間にみんながドッカーンって驚いたぐらい声がでかかったっていう、はい、なんだ声出るんだねみたいな。喋んねえな、大丈夫なの、あの子、あのホーリエなんとかってこと大丈夫なのって言ったら。そうなんです、マイク前では随分な。そうか、だって曲は知ってたわけですもんね。そうですね、見てたわけですもんね、うん、あ、違う曲になって、あ、違う曲になったんだ。あ、そうか、そうか、曲も変わっちゃって、あー、じゃあで、そっから始まって、はい、ほぼもう今まで1200曲ぐらいありますかね。あの途中で、変な言い方ですけども、はい、その途中であんまり歌わない時期とかもなく、ありましたよ。あ、本当ですか。ありました、ありました。ちょうどね、27、8ぐらいの時、はい、気がついたらね、はい、それまで多い時でね、1週間に10曲ぐらい流れてた。あの、7時のオープニングエンディング、はいはいはい、7時半のオープニングエンディング、はい、裏番組のオープニングエンディングとか。あ、それ OK だったんですね。そうそう、そういうゆるい時代だったんで。へぇー。番組のイメージに合ってればそれでよかったの。はい、はい、はいはいはい、はい、うん。そういう時代があったんですけど、はい、気がついた時に、あれ一本も流れてないかもしれないって思った時があって、それはでも人間だから、うん、皆さんやっぱりたくさん使えばちょっと飽きるじゃないですか。うん、そうですね。そろそろやめとこうって。そういう時期もやっぱりありました。他の声、でちょっとイメージ変えてみようって時期が、うん、でもあって、またでもやっぱり堀江美津子がいいって言って、はい、戻ってきたというか、はい、ね、皆さんにこう思われたってわけですもんね。そうですね、うん、ありがたいことに、ね、はい。